こんばんは、たくみです。今日はですね、神奈川県実施にある山の根踏切というところに来ております。こちら8月の20日かなに閉鎖された、踏切でございます。遮断機も何もなくてですね、人身事故とかがあったのかな。で今閉鎖されてこうなっております。バリケードがあってですね、渡れないようになっております。まあこちらね、いろいろちょっと判断される方もいらっしゃるようでですね、いろいろあるみたいなんですけども、こうやって上りが立っておりますね。反対している方が上り立ってみたいですね。まあこの辺に住んでるとね、ちょっと歩くことになるのかな。だからやっぱりここを渡れると便利なのかなという感じですかね。こんな感じになっております。はい、一応反対側に来てみました。反対側もバリケードでね覆われております。まあここね、電車見るんでマニアの方なんかいいのかなとは思っております。まあ一応ですね、ここが結構まあ住民からはね閉めてほしくないということでですね、まあここ来るのも結構時間かかったんで、駅の方回ってきたんで、まあ確かにあると便利なのかな。でも踏切をつけるにはちょっとあれだよなというところですね。でまあこれで動画を終わらしちゃうと1分2分で終わってしまうので、ちょうど横須賀線が来ましたんで、横須賀線の方を見たいなと思います。まあ、一応線路はこんなもんですね。で葉山の方に飛んできました。こちら朝日屋牛肉店っていうですね、結構ね最近有名なですね牛肉屋さんですね。葉山コロッケって皆さん聞いたことありますか。葉山牛とかね、葉山牛とか葉山コロッケ売ってるところですね。でこちらですね、森戸海岸のそばのですね元町ユニオン葉山店のですね、すぐ脇にあります。こちら元町ユニオン葉山店でございます。昔はね、横さんスーパーっていうのかな、葉山横さんって言ってたんですけども、今は元町ユニオンですね。で、こちらがですね、朝日屋牛乳店が昔あったところですね、有名になる前にあったところですね、有名になってですね、大儲けして、この場所からですね、先ほどの場所に、移って、今でも大儲けしてるみたいです。はい、こちらがですね、葉山コロッケでございます。葉山コロッケっていうのはね、昔石原裕次郎さんかなが食べたって言ってですね、結構有名になって、それから有名になってですね、もう30年ぐらい前ですかね。で、儲けて儲けて儲けて、今の場所にですね、このようにですね、立派な建物を建てたという、これ確か遠方発送もしてると思いますんで、皆さんよかったらね、ホームページ見ていただければと思います。結構美味しいですよ。僕は葉山行くとよく買ってます。で、これパンがあってね、コロッケパンが、コロッケ挟むパンがあるんですよ。でそれも一緒に売ってます。でそこから歩いてすぐのですね、こちら森戸海岸ですね、休業してるそうです。今日はこちら富士山ですね、富士山が見える海ですね、葉山の海でございます。まあ葉山の海結構ね、緊急事態宣言で海水浴が休業してるそうなんですけども、ライフガイドさんがねこの真後ろにいるんですよね。ライフガードのね方々の詰め所がこの真後ろになって人がいるんですよね。だからまあ休業してると言いながらやってるのかなっていう感じですかね。もう9月入ってるんであれですけども、富士山綺麗でしょ。ということでですね、逗子葉山の動画でした。